はカッテンです。コーチです。ジョータです。マサトです。アリアです。エセです。さあ皆さん、はい、はい、世界のドッジボール知ってますか？世界のドッジボールってボールを5個使うんですよ。OK ですね。いいですね。その番号でお願いします。はい、はい、で5個使うドッジボール、うん、まあ、通常僕らはあの日本のドッジボール1個じゃないですか。はい、はい、ドッジボールそのまま名前使い分けるためにマルチボールって呼んでるんですけど、はい、今日はそのマルチボール、世界のドッジボール、うん、知らない皆さんのためにマルチボールのルール解説と、うん、まあちょっと人数少ないんですけど、まあ、実践してみたっていうのをやっていきたいと思います。よっしゃ、はい、まあ、皆さんね、楽しんでやっていきましょう。はい、はいはい、それではレッツゴー。
待機してる人がいれば復活できるし、そう、先にもし待機してる人がいなければ先に出た人はすぐ戻ってこれます。はい、ボール保護っていうことは、まあ、2個一気に行ったりとかボールを持ちながら対面し合うことがあるわけなんですけど、こうやってボールを使ってブロックができます。これがやっぱ1個のチボールじゃないところですね。例えばブロックの失敗パターン、はい、ブロックしたボールを弾いてしまうとアウトになったり、ブロックしたボールが自分の体に当たってもアウト、あとはブロックしたボールが難しいなこれちょっと投げないで、投げたボールが投げない状態が続いちゃったりすると、そこでカウントが始まります。ボール3個持ってる場合は、プレイ2ボールっていうコールが入って、5秒以内に2個投げないといけません。プレイ2ボール、5、4、3、2、1、ボール投げないといけません。逆に投げなかったら、プレイ2ボール、5、4、3、2、1、ツーボールを投げないといけないのに一人しか投げませんので、この場合持っている人二人ともアウトになっちゃう。しかも相手ボールになっちゃうので、うん、なるべくボールがかかる前に投げれるようにしてると、まあ、グチョブです。アタックの方法として1個のドッジボールと絶対にできない技があるんですけど、ジャンプアタックという必殺技があります。はい、線を踏まないようにジャンプをして、まあ、足がつくまでに投げれれば OK なんですけど、ボールを当てれなかった場合、アウトになっちゃいます。線も出てるので、ただの、まあ、オーバーラインとして見なされちゃう。ジャンプアタックで当てた場合、ジャンプアタックで当てた場合だけ、線を出ててもアウトになりません。皆さんルール覚えましたか？はい、はい、覚えました。覚えました。いいですか？はい、ということで、じゃあ、だって本来の人数は6対6で試合をするんですけど、ちょっと今日人数少ないので3対3で試合をやっています。うん、ボール拾いがめっちゃ大変ですから頑張りましょう。レトリバーの説明なんですけど、レトリバーっていうのがあってですねいわゆるボール拾いなんですけど、ボール拾いってめちゃくちゃ大事なんですよ。後ろにいる2人がレトリバー、ボール拾いの役割なんですけど、ボール拾いめちゃくちゃ動きないし見ててください、2人の動きはい、投げたボールが後ろに打ちました。このアタックラインよりも後ろのところでボールを渡してあげたりというふうに、ボール拾いのレトリーバーとその中に入っている選手の動きが非常に、連携も非常に大事なので、ね、もう本当にチームスポーツって感じでいいですね。Yeah!
チボール楽しかったんですよ。最高ですね。新鮮なスポーツとしてもね、体験できるし、視野の広く持つことが大事だったり、結構仲間とのコミュニケーションがね、大事だったりもするので、マルチボールやることで、日本のドッジボールも、なんか通ずるもの、なんか身につくものがあるんじゃないかなとも思ってます。で、ドッジボール日本代表は、まあ、1個の日本のドッジボールと、世界のマルチボール、どっちにも、日本代表は参戦をしているんですけど、まあ、なぜ日本のルールではないマルチボールに参戦するのかというと、日本代表が、まあ、世界のドッジボールで強豪チームと戦っていい成績を残して、じゃあなぜ日本のチームはマルチボールの歴、ね、浅いのにこんだけ強いのか、それは日本のドッジボールで基礎が作られているからだっていうことをね、世界に知らしめるためにマルチボールでも活動をしている形です。はい、はい、まあドッジボール日本代表、1個のボール5個のボールどっちも頑張っていってるので、ぜひどちらも応援をお願いします。お願いします。はい、今日はピューチャンネルからマルチボールの、なんていうんだピューチャンネルからマルチボールの解説と試合をお送りしました。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、それではバイバーイ。